はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝川直樹です。今日は国語読解、今日はね、朗読です。質問はありません。木を植えた男の2回目です。さあ、主人公はね、一旦この木を植えた、男から離れてね、別のところに行ってまた、戻ってくる。この話はね、私が非常に好きな話でね、YouTube をやってこの中学受験さくららチャンネルをやろうと思う、きっかけにもなった話なんです。さあ、木を植えた男の2回目です。次の年、第一次世界大戦が始まり、それから5年という歳月を私は戦場で過ごした。一兵卒の身に植えられた木のことなど考える暇もなかった。まるで幼い日に乗った木馬がコレクションの切手のように遠い思い出になろうとしていた。戦争から戻るとわずかな復員手当をもらうのももどかしく、無性に新鮮な空気が吸いたくなって、どこというあてもないまま、私の足はあの荒れ果てた地へと向かっていた。土地の様子はちっとも変わっていなかったが、あの廃墟の村まで来て、ふっと見ると、遥か彼方を灰色がかったもやらしきものが、絨毯のようにたなびいていた。その前夜からあの羊飼いのことがしきりに思い出されていたので、私は密かにつぶやいた。ああ、ひょっとして、1万本の柏の木があんなにも広く根付いたのかもと。この5年間、あまりに多くの死を見てきたので、エルゼアール・ブフェア氏は亡くなっているのではと考えてみたのも無理はなかった。ましてや二十歳かそこらの者には、50歳以上の男は死を待つばかりの老人みたいに思われるもの。ところが彼は生きていた。それも一層、格尺として。ただ仕事が少し変わっていた。メヒツジを4頭だけ残して、代わりに、100箱のミツバチを飼っていた。羊たちは木の苗を食い荒らす危険があるので飼うのをやめてしまったという。戦争なんぞはどこ吹く風と知らん顔をして木を植え続けていた。1910年に植えた柏が10歳になって私の背丈を遠に越していた。その素晴らしい光景を前に私は言葉を失った。ブフィエ氏同様、口も聞かずにその日一日ただひたすら林の中を歩いて回った。林は3つの区域に分かれ、長さ 11km、 幅 3km ほどの広さに及んでいた。それはまさにこの無口な男の手と魂が何の技巧も凝らさずに作り上げたもの。戦争という途方もない破壊をもたらす人間が他の場所ではこんなにも神の御業にも等しい偉業を成し遂げることができるとは。ブヒエ氏は思いついたことをみんなやり遂げていた。あのブナの木までが私の肩に降りかかるほどの高さになって見渡す限り広がっていた。柏の森も動物たちにかじるに任せた歳月を立派に耐えて密生していた。あとは台風にでも任されるほかに破壊の手立てはないだろう。ブヒエ氏はカバの子たちも見せてくれた。植えてから5年になるというから1915年、私がベルダンで戦っていた頃芽生えたわけだ。カバの木たちは若者のようにすっくと立ち、みずみずしさにあふれていた。さらに村沿いに降りていくと小川のせせらぎに行き当たった。人々の記憶によればそこはいつも干上がっていたはず。とすればこれはまさしくブフィエ氏の努力の賜物。もともと古い昔には川はとうとう流れる水をたたえていたし、あの荒れ果てた村々も古代ローマ期の遺跡の上に立ち、考古学者がその時代の釣り針を発掘したこともあった。が、20世紀に入ってからはわずかな水を得るために人々は雨水を貯めておかなくてはならないありさまだった。風が種をまき散らし、水が再び湧き出すと柳は芽を吹き返し、小さな牧場や菜園や花畑が次々に生まれて、生きる喜びが蘇った。
ただ変化はとても緩やかに現れたので、日常という闇に紛れて人々が驚かすこともなかった。ノウサギやイノシシを追う狩人たちがたまたま山に迷い込み、豊かに育った若木を見ても、大地と自然のほんの気まぐれのせいだと考えて感動する者はいなかった。一人の男が作り上げた見事な作品だとは、とても想像できぬことだったので。村人たちやお役人とて同じこと、彼らにも思い及ばぬことだった。1920年以来、私は一年解かずエルゼアール・ブフィエ氏を訪ねた。彼は相変わらず迷いも疑いも持たぬと見えたが、ああ、神の苦しみは神のみぞ知る。時に虚しさを感じたこともあったことを私は知らなかった。どんな大成功の陰にも逆境に打ち勝つ苦労があり、どんなに激しい情熱を傾けようと勝利を確実にするためには、時に絶望と戦わなくてはならぬということ。ある年、ブフィエ氏は1万本ものカエレを植えた。ところが苗は全滅し、彼は絶望の淵に立たされた。1年経ってカエレは諦め、再びブナの木を植え始めて、ようやく柏以上にうまく育てた。この類いまれな不屈の精神を思うとき、それが全くの孤独の中で鍛えられたのだということを決して忘れてはならない。晩年にかけてほとんど言葉を失うほどの孤独の中で。1933年にある森林監視員がブフィエ氏を訪ねた。この分け知らずのお役人、おごそかにこう言い渡したそうな。自然の森を守るために外では決して火を焚かぬようにと。素朴な性格のこの人物は、森が一人でにこんなにも成長するなんて初めて目にしたと語ったそうな。当時ブフィエ氏は自分の家から12キロも離れたところにブナの木を植えようとしていた。そこで行き来の労を省くため、もう75歳にもなっていたので、そのすぐそばに石造りの小屋を建てているところだった。1年後小屋は出来上がった。1935年に今度は政府の派遣団が自然林の視察にやってきた。代議士や林野局のお偉いさん、それに営林技師などからなる一行で、あれやこれやと無駄な理屈を述べ立てた後、何やら対策を取り決めたらしいが、幸いなことにほとんど実行に移されなかった。ただ一つためになったのは、この森を国の保護区に指定して、炭焼きのための伐採を禁じたことだった。それほど若く健やかに育った木々の美しさは、人々の心を魅了してやまなかった。私の友人に森林管理の役人がいて、その派遣団にも参加していた。私は一人の男の奇跡的な行為を説明し、一週間ほどしたある日、二人して会いに出かけた。派遣団が視察した場所から20キロも離れたあたりで、彼は仕事の真っ最中だった。私の友人は物のよく分かった男で、事の真実をすぐ理解して、ただ黙って見守っていた。私はお土産に持ってきた卵を差し出して、三人仲良くパンを分け合い、素晴らしい眺めの中でしばし黙想の時を過ごした。友人と二人で歩いてきたところは、すでに6、7メートルの高さの木々で覆われていたが、1913年頃には全くの荒れ地だった。平和な規則正しい労働、高原の澄み切った空気、そして魂の正常さ、それらが老人に目にまぶしいほどの眼見さを与えていた。まさに彼は神に使わされた闘技者だった。老人と別れる前に友人はこの地にどんな木が適するか簡単な説明をした。ところがしばらく行くとため息混じりにこうつぶやいた。どうやらあの老人の方が僕よりよっぽど詳しいようだ。1時間ほど歩いた後でその思いはますます友人の中で強まったらしく、ついに驚嘆の声を上げた。彼は世界中の誰よりも木のことを知り尽くしているようだ。どうすれば最良の結果が得られるか、ちゃんとした秘訣を見つけたらしい。この友人の努力のおかげで森の安全だけでなく、老人の幸せまでが保証された。森の管理人を3人も任命し、
材木の伐採人たちがこっそり渡す賄賂には目もくれぬよう厳しく言い渡したのだった。1939年まで森林は刺したる被害も被らなかったが、その年第二次世界大戦が始まった。自動車はまだ木炭ガスで走っていたので木材が大量に必要になった。そこでまず1910年に植えた柏から伐採の手がつけられた。しかしあの辺り自動車道から遠すぎたので会社は採算が合わないと見て諦めた。老人は何も知らなかった。そこから30キロも離れたところで相変わらず至極平和に仕事を続けていたので、第一次大戦同様第二次大戦中もただ黙々と木を植え続けた。続きはね、次回にしましょう。次回で最終です。ジャン・ジオの原作木を植えた男、いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。最後までありがとうございました。おやすみなさい。